はい、こんにちは、そっか、じゅの久保でございます。あの、Google マップにおけるローカルガイドっていうのがあるんですけども、これはね、Google マップにいろんな投稿をすると、ガイドレベルっていうのがもらえるんですけども、私もうすぐね、レベル9になるんですよ。ま、あ、それはね、いいとして、今回、 最近投稿した写真がどのようにね、反映されてるかってことをお話したくてこの動画にさせてもらいました。で、ご覧いただいているのが、私が最近投稿したね、えー、地図になりますけども、左側の方に実際に投稿した写真があるんですね。じゃあ今日はこちらの方にズームアップしてお話を変えていこうかと思います。じゃあ画面が切り替わりましたね。まあ、私の顔写真が多少アップで出てると思うんですけども、ご覧のように、5万ポイント、 だから、あと8000ポイントね、ぐらい取ると、ローカルガイドレベルが9位になるわけですよ。で、これはもう日本でもね、50人ぐらいしか取ってないんで、まあ、私がね、この Google マップの日本でのトップランカーになるわけですよね。まあ、アフィリエイトでもトップを取ったんですけども、実はですね、この Google マップでも私はね、これでナンバーワンを取るような感じでございます。もちろん、Google からは毎年招待状が届いてるんですけども、Google 本社の方にはまだ行ったことがないんですね。 はい。それでどのぐらい写真を投稿していて、どのぐらい閲覧されているかってことは、ここに見て取れます。今ね、7359枚の写真を投稿しました。ね。トータルで。まだまだですね。やっぱり3枚ぐらい、3万枚ぐらい投稿したいんですけどね。で、閲覧したのが合計で、2000万トンで、34万3200トンで、9回見られてるんですよ。2000万回私見られてるんですよ。私の投稿した写真が。 で、一枚一枚の写真は、そんなにたくさん見られてません。例えばね、これ、ラーメン屋で食べた唐揚げが119回、隣のラーメンが214回、餃子が272回、で、これラーメンが41回とかね、チラッと見えてるセルシオが51回で、天井が22回とかね、地味ですね。は <laughs> いこういう風に出てますね。148回。で、えっと、ガソリンスタンドでもこうやって撮って投稿してるんですよね。次に、 大和くんの写真が出てますけども、駅。ね。駅でもこうやってね、写真を撮ってもらってるんですよね。ちょっと見にくいんで画面映しましょうか。ちょっとね、画像の方下にずらしましたけども、こうすると見やすいでしょう。えっ、ー、と、駅で撮った大和くんの写真が213回、46回、37回、57回、45回、44回と、合計でね、やっぱり1000回以上見られてるんですよ。たった1回の、この駅へ、思いいた写真、記念写真でね。うん、すごいですね。大和くん有名人です。 で、その他、うなぎ屋に行った時も、こうやって、ちゃんとね。私がうなぎの香りに、ちょっと参ってるところですね、これはね。あんまり閲覧されてないな、これな。<laughs> せっかく高い金払って行ったんですけどもね。で、下の方がね、ラーメン屋さんです。このラーメン屋さん、正確にはね、入ってないんですよ。あの、外から撮っただけなんですけども、ものすごい閲覧数ですね。<laughs> ありがたいですね。数千回見られてますね、ここだけでも。はい。で、下の方に行くと、ラーメン。 ね、やっぱりラーメン屋もよく見られますねやっぱりねはいディズニーランドの写真もありますうんこれは数年前に行ったのを今更のように投稿したんですけどそれでも反映されてるんですよね私もね10年分ぐらい若いですねこれねはいということでねいろいろとお見せしたんですけども私の写真えっと Google マップに、えー、要するにローカルガイドってやつですね、まあ、こういった活動が まあ、あの、うん、楽しいなと思ってやってるわけなんですよ。まあ、それだけなんですけどね。<laughs> はい。じゃあ、以上でございます。